こんにちは、渡辺です。今日のお客様は髪の毛がね、明るくてでも暗くしたいけどあんまり重たく見えたくないっていうカラーの方で、前髪を伸ばしてるんですけど暗くしてね、重たくボテッとやっぱり見える方もいらっしゃると思うので、軽やかに見えて伸ばしてでも長く見えるようなカットとスタイリング方法をご提案しました。カラーの色味がちょっとブルー系の色味をちょっとで、透明感があるような柔らかい質感の色にしてます。前髪に関してはちょっと顔周りの部分をね、前髪とつなげるような形で切って動きが出るような感じにしてますので、やってみたい方ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。どうしましょうか。暗くしたいんですけど。結構明るくなりました。そうなんですよ、やっぱだいぶ暗くする感じですか。やりたいなと。本当は黒髪でパッツンにしようかなって思ったんですけど、うんうん、ちょっと2個一気に行くのがちょっと勇気いるなって思ったね。とりあえず黒く染めて、終わってから行けそうだったら前髪バーンといっちゃおうかな。パツンと、そうパツンと、うんうんうん、逆にそのかき上げた方がかっこいい感じだったら伸ばそうかなって考えます。わかりました。でも暗めのイメージってどのぐらいのイメージとかありますか。この中で言うとこれとかこれとか、こういう黒っていうよりかちょっとこういうアッシュがなってるというか、なんかくすみがなってるか、うんうん、あ、そう OK、 いっちゃいましょう。じゃあありがとうございます。はい、なんか人と被んない面白いのが好きです。オーケーです。長さはどうしますか。絡まるところを切っていただくぐらい、うん、分かりました。なんか黒が未知なので、うん、どうなるかが分かんないですね。そう、暗くなってみてからまた良いことが変わるかもしれない。全然、じゃあもうちょっとそれでいきましょう。一応オーケーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何色がいいですか。今日はですね、めちゃくちゃブルー、めちゃくちゃ入れてます。おー、いやー、回復した。どうしますか。もし、うん、絡まるところを切るってなるとどこら辺までですか。ぐらいまでは切りたくはなりますね。3センチぐらいですか。はい、このぐらい。おー、あ、いい。ここら辺にしておきましょうか。はい、うん、多分これだけでも全然違うと思います。うん、前髪は長めで、はい、はい、横の、うん、この人、うん、どうしようかな。選択肢としてはここの前髪とつなげちゃう。あ、ここがこうなくなる。ああ、なるほど。うん、だここがこうつながってるから。で、こうちょっと毛流れが出て、うん、大人の感じで見えると思うんですよね。やりたい。言っときます？うん。OK です。じゃあそれにします。はい、お願いします。こう流れてるのがいいじゃないですか。なるほど、良くないですか。そちらって、うんうん、巻いたりしてもいいですか。そうです、そうです、そうです。下はちょっと軽くしてもいいですか。はい、変わった。ちょっと違いますよね、うん。ちょっと触ってみてください。おいっさま、おいっさま、おいっさま、サラサラ。乾かしてね、この髪の毛の質感、うん、やったらめちゃくちゃいいですよね。そっか、まあ、乾かしただけでなんか確かに黒も何もしてないよね。そっか、やったらめっちゃ綺麗ですよね。すごい、色してない。
風呂行かない。まだ何もしてない。黒髪どうかなって思ったけど。え、めっちゃいいじゃないですか。ママさんの手にかかれば、こんな素敵になる。あんまりグリグリにはまかない。あ、なるほど、ちょっと重く感じちゃう。だからなんか本当、そう、毛先にちょっと軽く艶出す感じで、もちろんもうね、演奏の時は別にいいんですよ、普段。前髪のやり方も教えてほしいです。もちろんです、もちろん。流れますよね、で、もう一回だけこれを外に、まあ、こうくるって巻くと、もう本当にあのワンカールに巻くと綺麗になります。もう本当そんなもんでいい。初めの内巻きは何？このね、丸みが欲しいです。あー、なるほど、なるほど。それだけが欲しいがためにやったっていうだけです。毛の流れは外巻き。そうです。なるほど。この前髪のここめっちゃおしゃれ。あ、よかった。綺麗な。綺麗。ありがとうございます。よかった。ぜひ写真撮りましょう。はい、こんな感じでやってみました。色味もめちゃくちゃ綺麗になったかと思います。まあ前髪とこの顔周りのスタイリングなんですけれども、ポイントとしてはまず全体的に前髪と顔周りの部分を内巻きに巻きます。丸みをつけた状態でもう一度外に跳ねるような感じで巻くと綺麗な毛流れができてきます。なのでもうカラーがね、暗くしないといけない方だったりとか地毛の方に関しましては、こういう風にね、前髪と顔周りを作ることによって軽やかに見えますので、ぜひ参考にしてみてください。概要欄にインスタグラムのリンク貼ってますので、そちらから DM いただいても大丈夫ですし、コメントもぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。